どなたがリンさんかというとですね、ですね、あ、リンさんいませんね、今ここに。まあ、他の皆さんもこれ相当あのタレントさんというモデルさんみたいな方ばっかりです。楽天ガール向こう側にもいます。3人3人ずつやってますね。そうですね、はい。やはりチアガールが来るとなんか急に華やかになりますね。そりゃそうですよね。これがリンさんです。リンシャンさんです、はい、爆発的な人気があるそうです。はい、インスタグラムのフォロワー140万人超え尋常じゃないです。すごいですね、はい、写真集も出していると。もうテレビの番組の司会もやってるそうですよ。はい、なんか独特ですね、振り付けが、はい、アイドルって感じですね。エムスプラッシュはいつも結構キレッキレのダンスじゃないですか。すごいですよね。こういうのなんか新鮮ですね。そうですね、はい、完全にアイドル振り付けになります。どうだろう、男子はこっちの方がいいんじゃないかな。どうですか、なんとなくダンス的なとこですか。なんとなく、はい、どうですかね。ダンスもかっこいいですよ、うん、こういうのも取り入れたらどうですかね。ちょっと、はい、Mスプラッシュも試合前よく球場の外でパフォーマンスやってるじゃないですか、はいはい、大人気ですからね。そう、you